だですよ、これからだ、まだまだですね、うん、何ですか、佐藤さん、お嬢さん、びっくりした。なんかいつだったからね、ピレネー系をテレビでやってたんですよ。うん、そしたらなんか狼の血が濃いとかで、そうですね。お尻が濃くなってきたから。この週末満開ですよね。あそこ電車はね、行きますか？あっちは明日行きます。あ、うちは明日。なんか午後から天気悪くなりそうだから早い時間に。うん、もうおじいちゃんでね。家の中ではわがままになってね。Thank you.